三代目 J ソウルブラザーズ from EXILE TRIBE の山下健二郎が23日、歌物語シネマファイターズ PR、オジェクト、内の、原稿の果て、舞台挨拶に、加藤正也、岸本司監督、ディープ、高、龍一郎、京成、亮、と共に登場した。左から亮、龍一郎、高、京成、山下健二郎、加藤正也、岸本司監督。同作は6つの歌から生まれた6つの新たな楽曲を6編のショートフィルムで各オリジナル作。カナリア、監督、松永大志、主演、高博、ファンキー、監督、石井優也、主演、岩田武則、あえいおう、監督、安藤桃子、主演、白浜亜嵐、クー、監督、平林、イサム、主演、石井杏奈、山口野乃香、坂東のぞみ、アウアバースデー、監督、雪サイト、主演、青柳翔、健康の果て、監督、岸本司、主演、山下健二郎、からなる。沖縄で行われた撮影では、深みプールに潜るシーンもあったが、1時間くらい前に聞きまして、監督ニコニコしてるけど、結構ひどいなと思いました、と訴える山下。岸本監督が、こちらの伝達ミスで、と恐縮すると、山下は、監督のミスなの。た、LDH の伝達ミスなのか、勘弁してよ、って思いました、と苦笑した。経験のある加藤は、水槽を見て、大変だろうなあって。大変さは知ってるので、しかも今日初めて潜るって、すごいなあ、さすが三代目、と思った、と振り返る。水の当たって静かで、潜って入っちゃえば気持ちいいなと思いました、という山下に、岸本監督も、さすが三代目、と感心していた。二人の共演について、加藤は、四代目としましては、先輩と共演できることは光栄です。よろしくお願いします、と頭を下げる。一方山下が加藤について、本当に優しくて、空き時間も一緒に食事行ったり、いろんな作品や技術の話をしてくださって、貴重なお時間をいただけた。と感謝すると、加藤も、若い人から話を聞くと自分の知らない世界があって、なかなか楽しかったですね、と笑顔に。岸本監督は、僕、男性なんですけど、ニヤニヤしましたね。二人のコラボは面白いかなと思いました、と魅力を感じているようだった。主題歌。ベイビーシャインを担当したディープはアカペラでの歌唱も披露。山下の演技についても森で刺すシーンやばかったですね。夢に出てきました。亮、追いかけられたよね。京成と衝撃的だった様子。また、山下はメンバーの反応について実際、ファンキーに出てる岩ちゃん、岩田武則、とはよく話しましたね。お互いの作品を見て、ここが面白かった、とか、と明かす。潜るシーンの撮影の時は、岩ちゃんも水の中に潜ってるシーンを撮っていたので、連絡し合って、こんな奇跡あるんだね、って。二人でキュンとした瞬間でした。と振り返った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。